はい、こんにちは、速稼塾のぼです。なんかこの度ね、iPhone の新機種出ましたよね。この新機種に関してなんですけども、まあ保険をかけるかどうかで悩む方多いと思うんですよ。今回私ね、無料で保険をかける方法をちょっとね、見つけましたんで紹介したいと思います。まあそれがですね、このクレジットカードを使う方法なんですよ。このクレジットカードって保険が入ってるんですよね。まあですんで、このクレジットカードで商品を買うと、その商品、最大で180日ぐらい、6ヶ月ぐらいはこのカードの中の保険で限度額はありますけどもね、保証されるということになります。で、私の手元のカードはね、全部プラチナなんで、まあカードの年会費がかかっちゃうんで、ちょっと今回除外します。私の手元にある資料によりますと、イオンカードが一番いいんじゃないかなと思いますよね。イオンカードのショッピングセーフティー保険ってのがあるんですよね。ショッピングした時にかける保険なんですけども、年間限度額は50万円ということなんで、 iPhone の値段は十分クリアしますよね。で、自己負担は無料で180日の保証を受けられるということなんで、イオンのクレジットカードで買えば安心なんじゃないかなと思うんですよ。ショッピングセーフティー保険の概要なんですけども、ここでね、私の手元にある資料によりますと、年間保証額の限度は50万円、まあ有料でゴールド会員になると300万円ですけどもね、ゴールドカード持ってそう。それから保証対象は5000円以上の商品になります。 iPhone いいでしょ。で、自己負担額は無料で保証期間が180日ということなんで、まあ半年間ですけどもね、 iPhone の12、こちらの方を無料で保険に入ることができるということで、かなりいい方法なんじゃないかなと思います。はい。で、まあイオンカードっていうのがね、まあ大体無料ですから、このコスパとしては一番いいんではないかなと思います。ぜひね、iPhone の新機種を買うとき、その他いろんなショッピングを買うときに、限度額合計で50万ってのありますけども、まあ保証に入っていただくのはいいんじゃないかなというふうに思います。それでは本日は以上です。